さあ、展開の鉄球部屋ですね。よし、頑張っていきましょう。もう今回でいよいよ最終回の気配も漂っていますからね。というかそうなんじゃないの？よし、ゴリ押し気味に行きたかったけど、さすがに体力がもう続かんぜ。どっかで、お、ちょうどいい補給ポイントがあるじゃないの。よし、安全回復。スタフィーの命は安い。どっち行けばいいんじゃろうな。おいえ、いてえよ。よし、無理やり通過。これで右まだあんの？あれ？似てるけど違うということか。なんじゃこれ、激しいな。どうなってんじゃこれ。でもメカメカしくて久しぶりに楽しいモグラタンクだぜ。とか言ってたらやられるから気をつけろよ。目がおかしくなりそうではある。展開の地盤はどうなっとるんだよ。目がおかしくなる。助けて。下下下、正規ルートは下だ。よし、えほえ、よし、展開通過。うっ、宇宙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 、コケコッコー。やられたぜ。どけ、ここは俺のワンルームじゃん。あ、怖い。おー、怖い。ほっ、怖すぎだろ。下見えないもん、怖いもん。もん、鉄球スレスレエリアだね。オッケー、意外と短かった。よし、オッケー。さあ、いよいよ見えてきたね、ゴールが。ペロキャン、無敵になれそうな。ペロキャンだぜ。よし、あと2つ。1つは大蔵だから、実質探さなきゃいけないのはあと1つだけですね。さあ、見つけた。ゲー、出たな。ラスボスじゃねえか、完全に。しかもダンジョンの長さが過去の比ではないや。あと隙が。これマジ鬼畜だぞ。あいつを駆使して上がってけってことなんでしょうけど、かなりしんどいっすね。あと隙やばすぎ大事件。よし、意外と余裕あった。やばい、近づいてくる。ふっ、まだあるのか。よし、ついてきな。よーし、ほい。お邪魔します。おお、目玉ちゃんと、なるほど、どう見ても樽は上に行ってもらった方が良さそうですね。
よし。あからさまにさ、レーザーで樽を運びづらくしてる感じするから。ふっ。よし、ナイスシュー。オッケー、一個準備できた。壊しちゃったよ。オッケー、お邪魔します。ここに鉄球まであるのか。でもギミックとしては非常にシンプルですね。じきに復活するだろう。ほらこっちだ。ちょっと行き過ぎたか。つうかさ、そんなに時間かけないでも余裕っぽいな。おい、よっ、よし。よくわかんない敵がいる。なんだあいつ。なあ、卑怯だぞそんなの。恥ずかしいと思わないのか。こいつやべえな。有害すぎる。よし。おっせえ。怖え怖え怖え。急ブレーキ。よし、ついに揃いましたね。お宝が。では挑みましょうか。最終決戦の地へ。センターじゃねえの。気が利いてる。これで最後のお宝がキョロスケだったりしねえかな。どういうことだよ。友達的なね。一番のお宝は友達ですみたいなエモい展開ねえかな。あるいは何かキーアイテムを忘れているか私は。さあ持ってんだろ。やっぱあった。勝負じゃ。最後の宝物はわしが持っているのだ。対決しろ。わしに勝てたらくれてやる。さて、でかっ。よし、単純に範囲が広くなっているのか。よし、ちっさと思ったらでかっ。よし、中間地点ないかもしんないからさ、2周目とかは。だからあんまり、よいしょっと、こんなところでダメージは受けたくないよね。判定がでかくなっただけならそこまで強くはないと思う。よし、あと一つ。こう追いかけてくるから。おっと、自分から来たのか。あばよ、無傷で撃破。まあお前は第一段階で観念するようなやつじゃねえよな。中間やっぱなくね。まあ回復はできるみたいだがしんどいな。はい、今度は打ち返すやつだ。一発でいけたらすごくねってなるから、すごいところ見せてよ。ほい、オッケー。でもこいつ結構強かったな。くっ、いて、やっぱ強え。逃げるな。互角ですね。
リスキルしろもくそうらえぐっトゲをぶつけやがったこいつ背中向けたのかやる一からやり直しこれきっついなおられるぞ心あれなんかステージ違うくねあれあ心おられねえわこっからでいいこれでもさっき無傷で戦ってあれだから結局状況的には変わってねえんだこれ中間は一番厄介な位置取りになっちまうよ。よし、いった無理やりだけど。ふぅ。メガキバニアみたいな見た目しやがった。結構強かったぜ、この野郎。気をつけろ、最強の敵。タコがいますよ。ふぅ。さあ、原理がよく分かってない最終決戦。チーズ。攻撃激しくなってるだろうからな。きっちりだろうな。早っ！目が赤くなってる時に殴ってようやくってところか。くっ強っひもきゅう全然攻撃パターンが見切れてない。まずいですね。まあ幸いにしてここからなのがほんと助かるね。火の手の攻撃とかどうやって避けるんだ状態ですし。攻撃の隙を見つけていきたいね。え？いてし。ぶつかったそういうことかこいつマジで強えなあー一周以上するかこれやべえなよしオッケーぐぬぬぐぬぬ気をつけろさあ、おかえり。いてえ、近いで避けられねえな。よし。オッケー。ぐぬぬ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 タイム。また新しい攻撃してきそうで嫌だ。来てるよ。嘘！当たっちまった。時計回りじゃダメなのか。でも少しずつ攻撃避けれるようになってきてますね。まあ火の玉攻撃はしゃあないとして、火の手の攻撃とか避けれるところは避けていこう。手の攻撃って上四角なんじゃね？よし。オッケー。オッケー。
よし、先制攻撃。よしよしよし、いいぞいいぞ。あー、欲張ったか。よし、ぐぬぬしろ、慣れてきましたね。うん、どういうこっちゃよ。ふう、よし、グー、合格。これ結構露骨にスタフィーを追ってきてるよね。撃つ場所決まってんのかもな。よし、弾を見てよければいいな。引きつけたと勝手に思わないことだぜ。よし、やべやべ、やばい、熱かった。よし、ラスト、決戦だぜ。危ねえ、一発、やばい、あっつい、くっそ。でも見えてきたぞ、お前の倒し方。ギャー、でもここまで。どっからやり直しになっちまうだろうね。まあでも次は仕留めれます、ご安心ください。さあ決着をつけようか。お前のパターンはもう見切った。絶対に勝ちますよ。なんならノーダメージの、まあ一歩先ぐらいで倒しますよ。よし、ノーダミは無理なんですね。無理に決まってんだろう。できたら苦労しねえんだわ。ふっ、ふっ、よし、ふっ、オッケー、ふっ、ふっ、おっかねえな。くそ、ここは避けれねえか。オッケー、苦しみもだえたまえ。結局炎のグーパンが一番強いんだよな。よし、オッケー、きっちり避ける。あぶっ、違う、いや食らってる。多いわ、増量中かよ。よし、オッケー、もう見切ってますからね。そこか。よし、オッケー、よし、目力構成いって。この攻撃は避けれる攻撃だからね。よし、何これ、トゲ降ってきてる、痛いんですけど。初見殺しじゃないか、やめてくれ。さっき降ってたっけこんなの。うわ、怖い怖い怖い。おかえり。よし、怖え。よし、トゲが、オッケー、勝ったぜ。置いてきな、お前の最後のお宝を。いや、最初はどうやって勝つんだこいつって思ってたけど、なんとかなるもんですね。炎のグーパーも欲張らなきゃいいわけだし。さて、チュー。
さあ、お宝を回収だ。どうした？なんかめちゃめちゃ和やかな空気なんだが。それはそれとして、宝物を見つけたよ。パーフェクト！ついにこの画面を見ることができましたね。よかった、得点があって。集めた風雲で終わったら悲しかったからね。ザックザクやで！最後の宝は金なのか？さて、王冠だ！また、オーグラを懲らしめて、不思議な壺に封じ込めることができました。やったー。もうねえだろ。とうとうすべての宝箱を集めたか。よくやった。しかし、キョロスケよ。せっかく封じ込めたオーギュラを逃がしたのは、お主だぞ。そういや、壺にぶつかったな。まあ、終わったことだ。そんなことより、さあ、お宝をよこせ。今すぐよこせ。よかったな、スタフィー。キョロスケは、お前の、家来になってくれるらしい。何を言ってんだ？そんなわけねえだろ。宝は王に仕える家来たちの証。家来にしか持つことはできん。知らなかったか？なんで俺様がこいつの嫌いなんかに。おう、やっぱりおめえといるとろくなことがねえ。どうしてくれるんだよ。ずっと怒ってるよ、この人。いやー、けっけ。この関係こそが一番の宝なのだよ。というわけで、イエーイ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 、ポンで。やけくそ連射だ、おらら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 。さて。もう一度誰か、この壺を突き飛ばしてくれないかな。さて、キャラスケの、秘密。なんだ？おお、よっこらしょ。落とすなよ。おお、スタッフィーごと言っちまったぜ。ペッ、お前はやれ。キラキラキラ、あばや。しめしめって顔しやがるぜ。キョロスケハウス。ぬ？うわぁ。弟妹たちか。ミニサイズだぜ。肉食わせろ。すまんな。もう買ってやれ。熊のぬいぐるみ起こせ。熊はもう、いやいや。ゲームボーイアドバンスくれ。もう古い。なんかくれや、お前。そや、宝物を換金したら、全部いけるやんけ。ひゃっほー、全部買ってやれるぞ。喜べ、ガッハこの兄にして、この弟たちありだな。いや、息子、娘かもしれんが。さて。お前、吸ってたよな。あ、ハデヒラリさん。わーおー、イエーイ。うわ、アゴや。え、ちょい。うし、うし、うし、うし。しかも肉は二つだぜ。ふぅ、いいとこあんじゃん。
うんちだ踏んだ。色がついたな。やっほー、イエーイ、ふー。まあ仲良さそうで何よりですよ。あれ？もしかして終わり？終わってたわ。いや、いつまで演奏してんだろうと思ってたけど。大きな海の空高く雲の上に展開といううんたらかんたらなんだが。よし。これでお宝もコンプリートなんですが、まあ、区切りとしてはもう完璧ですね。残りはなんか図鑑要素だとか、まあ、細かいところが残ってるんですけど、うん。まあそこまで行くと拷問だし、どう見てもさっきのは裏シナリオもクリアおめでとうのイラストだったと思うので、ここが目処だなと思いますが、まあセーブデータは残るので、気が向いたらまたなんか生放送とかでミニゲームの地獄とかを謳歌するんじゃないですかね。はい、というわけで、まあ見た目に似合わず凶悪な感じでしたね、後半は。はい、でも楽しかった。2と3もね、ひょっこり買ってはいるので、また機会があったら遊ぶ可能性もございますが、まあちょっとあいつで疲れたので、着ぐるみとか、ナマズボートで結構メンタルえぐられたので、少し期間は空くかもしれんがね。はい。まあでも、いい感情で終われてよかった。うん。程よいボスの強さでね、少しずつ上達して倒していく感じが気持ちよかったです。はい。では、今回は以上で終わります。ありがとうございました。